ジョン・コルブリッジ・ウィルキンソンは、イングランド出身で、シンガポールに帰化した元サッカー選手。元シンガポール代表。ポジションは MF。イングランドのエクセターに生まれ、1995年に、エクセターシティ FC で選手となった。2001年にティバートンタウン FC に移籍した。2002年に S リーグのウッドランド・ウェリントン FC に加入。 2005年にケーランユナイテッド FC に移籍した。2006年にシンガポールアームドフォーシズ FC に移籍すると S リーグを4連覇、シンガポールカップも2007年と2008年に連覇を果たした。また、AFC チャンピオンズリーグ2009には、シンガポール勢としては初めて出場し、上海進化から得点を奪い、シンガポールのクラブが、 AFC チャンピオンズリーグで奪った初得点を彼は記録した。その後、サファックからの3年契約を断り、2011年1月にタイプレミアリーグに所属するポリスユナイテッド FC に2年契約で加入。外国人選手としては初めてタイプレミアリーグで首相を務めた人物となった。しかし、契約満了まで同クラブにいることはなく、2012年は、 シンガポールに戻り、ホームユナイテッドに加入した。2013年1月には、アイリーグのサルガオカー FC に2012から13、シーズンの終了までの半年の契約で移籍。6月6日には、タンジョンパガーユナイテッド FC に移籍し、16番の背番号をつけた。サークルラインステージ 1&2 オープンハウスにて、シンガポール人と結婚したため、シンガポール国籍を取得。 これによって、シンガポール代表での出場が可能となった。朝鮮民主主義人民共和国代表、サウジアラビア代表、オーストラリア代表との親善試合に臨むメンバーに選出され、代表初選出となると、2007年6月24日の朝鮮民主主義人民共和国代表戦で、後半から出場し、代表初出場を飾った。彼はこの試合でアシストを決めた。 代表初得点は同年9月12日のアラブ首長国連邦代表戦であった。その後、2010FIFA ワールドカップアジア1次予選のパレスチナ代表戦や 2010FIFA ワールドカップアジア3次予選のウズベキスタン代表戦で得点を決めた。代表での最終出場は2010年8月11日の対王国代表戦となった。代表での得点一覧。 ありがとうございます。